黒源です。1966年1月31日生まれ、年齢は54歳、出身地は東京です。職業は俳優。今後の目標は皆さんに面白い作品を一本でも多く提供していきたいと思っています。今週の土曜日に時の航路という私が出演した映画が公開になります。大手の自動車メーカーの工場で働いていた派遣社員の男がリーマンショックの煽りを受けて、一方的に解雇されます。彼には家族がいて、その妻子供たちのために頑張って働くお父さんだったんですが、その彼が仲間たちと共に組合を結成し、その大手自動車メーカーに対して訴訟を起こすという、その中で描かれていく家族愛、そして仲間たちとの絆、最後に待ち受けるドラマティックなエンディング、その辺を楽しんでいただけたらなと思っております。時の航路、公開になります。よろしくお願いします。あんた、俺を騙したのか。寮から追い出されるってどういうことだ。責任取ってよ、責任。そうですよ。悪いのはニュースタイル社でしょ。同じ仕事をしてるのにいらなくなったポイはねえんじゃねえですか。組合なんかやめて新しい会社探して。すぐに帰ってきて。甘いこと言ってたら世界から取り残される。なんか冷たい言い方。裁判官の判断は中立性に欠けます。忌避です、忌避します。夏美を癌にしたのはおめえだ。父ちゃん、好き好き、大好きだ。何してたんだ。彩香が電話で来とくって言ったんだべ。患者より大事なの。勤労の権利と義務を規定した憲法にのっとって高等裁判所が正義の判断をされることを私は切に願ってやみません。